ミタチの毛を取っています。正直では取れないでも今朝布団の上に来たのでちゃんくんの毛づくろいをねしたんだけど、ブラシしたらお腹を出してお腹もってなるじゃん最近、それやったらいっぱいねそれなりの束が飛び散ってお腹あんまりやってないからすごく取れるので、でおかげさまでお布団についた毛で鼻がムズムズなっちゃったので、ああもう畳んでしまっちゃった、次生かした時にポンちゃん、この組み合わせがいいです。ポンちゃん、今日はですね、なんとか皆既月食なんとかムーンの皆既月食というのがあるために、窓の花は作らないでおきました、夕方6時過ぎぐらいに、カメラをセットしてですね、6時過ぎっていうと生配信始まってるのでその前にカメラをセットしておいて、なんとか撮れるんじゃないかなというところですね、望遠レンズもあるしということでここを開けておきます。ポンちゃん日がたくさん入るねねえ、尻尾がかわいいね。ちょっと暗いかな、電気つけないと映るのかな。黒いところにポンちゃんが映って見えません、目しか見えません。皆既月食のような望遠レンズに付け替えたんだけど全然見えない、アップになっちゃってダメだ。ジャン君が遠いところでご飯を食べてるのはしっかり映ります。これがさ、ズームが、もう一個のレンズの方よりも多分ズームしてる時に音があんまりしない、ゴリゴリゴリっていう、ゴリゴリ、向こうのレンズはねゴリゴリゴリって音が入っちゃう。くるくる回るところが硬いってこと？まあ、難しい。あ、今度はジャン君近すぎてピントは合いません。僕に合わせてください。岩合さんみたいに撮れません。だって岩合さんすっごい時間かかってるし、あとお外での光でやってるし、カメラの種類もめっちゃいいやつ使ってるし、多分腕もはプロなので結構もうはい、ポンちゃんは
とやばいや。アップにしすぎると追いつかない。家の中でこの望遠レンズは難しいです。狭いしね。うん。マオイママが久しぶりにガチャガチャをやりました。何かというとこれね、かわいいでしょ。ジャン君にぴったりだねって言って、うん、開けたところこれが入ってました。ほらよく似合いそうなイギリス紳士っぽいマントだけでした。これはオチです。この3パターンの、ものは3種類かと思ったら実は6種類ということですね、うん、帽子マントそれぞれになります。はい、次の300円は明日使われると思います。ちゃんちゃんでマント2個できるかなということでした。ジャン君、はい、ジャン君、ポンちゃんも出た。ポンちゃん、はい、はい、出たな。アペロ出てる、かわいい。あ、取れなかった。ちょっとじゃあマントを首に当ててみよう。これね、ベリベリだよ、ベリベリ。 あと片手じゃできないな。はい、ポンちゃん、はい、ジャン君、似合いそうだね。似合いよ。帽子出るかな帽子が出ればいいね、うん、じゃなかったら沼にはまります。ジャン君、かわいいね。ジャン君、似合うかな。これは帽子があればね、はい、ポンちゃんにも当ててくれるよ、きっと。ポンちゃんにも。ポンちゃんはこの黒い子が着てるこの茶色が似合うかな。そうだね。さあ楽しみだね。マントばっかり5、6個。そんなにやらない多分途中で諦める